君に会えていい日に。まだ夢の中にいる手つかずの朝食は冷めてうつろな目ただ宙に舞うどこからともなく現れた天使の声を聞いたんだよでもなぜか僕の耳にはノイズのよう聞き取れないんだよ何にもない世界で生きてくないんだ ああ、そうか 僕には君しか見えてなかった どこまで行っても君と歩む 道しか描いていなかったんだよなんでだろう想像なんかでどうしてさ涙が出るんだろうが現れてその身を落とせとそのかすんだ僕にはもう守るべきものなど何にもないそう思えたんだよ止まとっての僕なんかはいつかの誰かそんな風になるだろうでも僕にとっての君は変わりのない人になるんだろうの涙がまだ残ってる僕はまだ夢の中にいるまどろんだママの目を覚まして僕はまた歩き出すべきだ
ありがとうございます。本日は、このようなご時世の中、足を運んでくださった皆様方、配信をご覧になっている方々、皆さんどうもありがとうございます。小引さんに、呼んでいただきまして、音楽が始まるとき、これはボリューム5というんですかね、に出させていただくんですけれども、短い時間ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうですね、音楽始まるときというタイトルなのでね、古い曲もたくさん歌っていきたいなというふうに思ってまして、たくさんというかいくつか歌っていきたいなと思ってまして、今の曲もノイズというタイトルで、もう17、8年ぐらい前の曲ですかね、を歌わせていただきました。次は、そんな中なんですけど、最近作ってる曲もですね、昔のことを思い返して歌ってるっていう歌が結構ありまして、そんな曲を2曲続けて歌わせていただきます。タイムリープという曲とレプリケーションという曲です。聴いてください。あの頃の夢を見れば、あの歌を口ずさめば、あの景色を見つけ出せば、流す涙がある。背伸びした言葉たちが胸の奥をくすぐった。君はそう、君のままだから、僕は僕のままだ。あの日の君に伝えよう、時間を超えて届けたい。空の向こうへ続く旅を、できるならそう君を連れて。
たどり着いた君の記憶、まぶたに映し出してみる。砂浜で波と君が跳ねて、夕日がそれを照らしてたんだ。永遠に変わる光景の中で、未だに僕はまどろんでるんだ。目が覚めないように、覚めない夢を見る。レプリケーション、閉じた目を見てる、肌を見てる、君はこんな顔をしていたんだ。今日はね、とことん音楽始まるときというタイトルに乗っかってやっていきたいと思ってるんですけど、この服を今着てるんですけど、これは大阪に来てからというか関西に来てから初めてワンマンライブをやったときに着てた衣装なんですけど、衣装っていうほどのもんでもないけどっていう、そういうのを着たりとかですね、曲も選曲もそうですし、いろいろと思い返すこともあるんですけど、皆さんね、音楽始めた動機っていろいろあると思うんですけど、憧れのアーティストがいたりとか、好きな楽器があったりとかいろいろあると思うんですけど、僕の中では結構自分の人生の出来事がちょこちょこあって、音楽をするようになったというか曲を作るようになったっていうのが ありましてですね、そういうきっかけっていう部分でいうと、とっても暗いきっかけで始めているので、初期の曲っていうのはですね、とても暗い曲が多いんですけども、次の曲は、うずというタイトルの曲で、うつではなくうずなんですけどね、これはまたね、聞いていただけたらと思います。手足がもしもなくなって、僕の形が変わったら、心の形も変わるだろう。それと同じこと、鏡に映るその顔に、悪い出来物ができたのは、バランスが崩れたせいだろう。ようやく気づいた、行き場のない思いが渦を巻いて、知らぬ間に溺れてた。涙さえ叫びさえ薄を飲み込んで、やり場などどこにもない。一つだけ残された真実の道は、この手で開く。その目がいつか閉ざされて、僕を暗闇覆うのなら、世界の形も変わるだろう。そう見えるのだろう。不安定な生き物よ、心さえ命さえ渦は飲み込んで、逃げ場などどこにもない。一つだけ携えた使命とともに、この道を行く、この足で行く。
が降るより早く人は乾き始める。恐れ知るより早く人は人を求める。答え知るより早く人は渦に飲まれて。溺れ死ぬより早く人は藁をもつかむのだろう。心さえ命さえ僕は飲み込んで何がしたかった。今涙さえ叫びさえ渦は飲み込んで誰まなどどこにもない。一つだけ残された真実の道はこの手で開く、この足で行く。配信の方、さん、かなさん、かなさん、たかしさん、どうもありがとうございます。拍手もありがとうございます。皆さんもありがとうございます。ですね、なんかこんな時なんで、あの配信をね、あの普段は多分このイベント配信してないですよね。イベントなんで、もしご覧で、普段はご覧になってない方でも、こうやってネットで配信できているというのはですね、まあ前向きに捉えて今日はそういう風にできてよかったっていう風に勝手に思ってるんですけどあのね、ね、小雪さんのイベントを知ってもらう機会になったらいいなと、適当に思ってます。適当じゃないな、はい、そんなわけですねどうしようかな、次あと2曲ほどで終わろうと思うんですけど、ちょっと自分の話をしますとですね、関東に住んでたんです、それはもう20年も前の話なんですけど、もともと転勤、親が転勤族で、大体3年ごとに引っ越しをして、今まで多分住んだ箇所十何箇所あるんですけど、小学校も3つ行ってましたし、まあ、とにかく流れ物の人生なんですけど、そんな中ですね、まあ、最終的には関東で小学6年生から親が単身赴任をするようになったんで、ずっと関東にいて、で最終的に28ぐらいまでいたのかな、なんですが、その時にシンガーソングライター的な活動をしてたんです。でそこからもう関西に来てからは就職をして、もう全然オリジナルなんか作ってない時期がありまして、で今またこの5、6年でやってるっていう形になるんですけど、まあもともともう関東でやってた時はまあ何かしらこう音楽で引っかかってくれないかなみたいな気持ちでやってたんですけど、もう関西に来てからはもうオリジナルなんてやってもしょうがないというふうに思いましてですね、なぜかというと、もうオリジナルでやるってことはもうプロを目指す以外であんまりやる意味ないだろうっていうふうに思ってたんです、正直なところなんですけど、あるシンガーソングライターの方とまあ音楽の場所で出会って、その人にがすごい素晴らしいオリジナルをやってたんですね。でそれで、でもプロは目指してないんですという話だったんで、じゃあなんでやってるんですかって聞いたらですね、その、まあ、女の子だったんですけど、答えたのが精神活動のためにやってますって言ったのですね。その時に僕はすごく、なんだろうな、目から鱗が落ちたじゃないですけど、あ、そうだ、精神活動のためにやっていいんだと思ったんですよ。やりたいじゃないですけど、その、まあ、オリジナルを作って歌うっていうそのこと自体に価値があるというふうに思わせてくれたのがあってですね、それが、関西で、弾き語りをまた始めたきっかけなんですけど、まあ、その方が作ってた曲でギフトっていうタイトルの曲があったんですけど、たまたま僕も同じタイトルの曲がありまして、で歌ってる内容も実はすごく似てて、
自分が未熟で相手を傷つけてたんですけど、相手そのパートナーを傷つけてしまってたんだけど、そのパートナーからいろんなものをもらって自分が今の自分があると、そういう同じメッセージの歌があったんで、その曲を今大切に歌っている曲があるので、それを、次歌いたいと思います。ギフトを聴いてください。昔のことに思えても、あれは確かに僕だった。軽率な幼さで自分を振りかざしてたんだ。それは今振り返っても苦い思いが込み上げる。見つめていたはずの君のことでさえも見たいようにしか見てなかった。あの時の足りなかった優しさ、その分はきっと君が悲しみで埋め合わせしてくれていたんだね。時々僕は悲しみがなぜか優しさに似てるなんて思ったけれど、きっとそれは悲しいほど当然のことだったんだ。昔のことに思えても、君を確かに傷つけた。憎むべき幼さで愛を振り回していたんだ。それは何度悔やんでも悔やみきれないことなんだ。だからこそ「さようなら」じゃなくて「ありがとう」「あの時の足りなかった優しさ、その分をずっと僕は誰かに埋め合わせしたいと思うんだ」「まだこれが正しい答えなのか」自信はないけど、間違ってはいないと思ったんだ。Thank you.
ありがとうございました。次の曲で最後になりますけれども、最後に一つお話をしたいことがありまして、一つかな二つかな、次から、次はね小吹さんのね素晴らしい演奏が聴けるというところでとても楽しみにしてるんですけど、結構僕の中で勝手に小吹さんと共通点がいろいろあるなと思ってて、まあ一番分かりやすいところで言うと年齢一緒なんですけど、一緒、あとはですね持ち曲にバラードが多いとかね、いろいろあるんですけどね、やっぱり同年代だとそのやっぱり聴いてきてる音楽とかも結構なんですかね、やっぱ通ってくるところってあるじゃないですか。そういうのもなんかやっぱ笑いがそういうところでも分かり合えたりするというか、同世代って分かり合えたりするところがあったりとかして面白いななんて思ってるんですけど、まあ、僕もブランキージェットシティとかもね実はめちゃめちゃ聴いてた時期とかあって、ダンデライオンとかあの辺りですかね、赤いダンバリンとかあの辺りとかめちゃめちゃ聴いてて、一番かっこいいバンドはブランキーやろみたいなことを周りに言ってた時期がありました。ありましたっていうのも変ですけど、なんか、ね、今は違うみたいな感じでそういうわけじゃないんですけどね、もう J-POP 全体が大好きなんですよ割と、まあ、そんなわけで、J-POP をいろいろ聴いてきてたんですけど、なんだろうな、そうそう、一番言いたかったことがあって、まあ、その中でクルリっていう、バンドがあるんですけど、まあ、皆さんまあご存知だと思うんですが、その人が言ってたことがすごく自分の活動の指針になっている部分があってですね、I love you 皆思うそれだけがメロディー奏で出すっていうね、ワールズエンドスーパーノバっていう曲で歌ってる歌詞があるんですけどね、音楽始まる時っていう、まあ、ところとすごいリンクするなと思ってて、いろんなラブソングだけじゃないじゃないですか歌って、まあ、いろんな人生歌ったりとかなんか社会問題歌ったりとかいろいろあるんですけど、結局メロディーが出てくるところってその I love you なんだなというところがありまして、まあ、you がその人だったり人じゃなかったりするんですけど、そういうのそれがですねなんかずっとこう心の中で引くなんだろうな残ってるというか、なんか迷った時はそこに行くみたいな言葉になってます。最後はそんなわけでですね、まあ、ここ歌を歌うときっていうのはそういう素直にこうそういう思いが出るときしか作れないっていうのがありまして、最後の曲はですねそういうことを歌った歌を歌いたいと思います。最後の歌というタイトルでね、タイトルの曲を最後に歌いたいと思います。松原美明でした。どうもありがとうございました。歌はもう生まれない、きっともう生まれない、心からの願いだけが歌になるのなら、君に触れることも向き合い語り合うことも望んではいけないのだと心を閉じたから、何もする気が起きなくて眠気だけが続いた、光さす明日を隠す霧はまだ晴れない、このままずっと離れたまま君に会えない日々を過ごして、描く未来の形さえ消えてゆく、手を取り合って歌うことも一緒に笑い合うことさえも許されないならば、これが最後の歌だ、最後の歌だ。
を越えて時を越えて絶えず僕らはつながり合える。だからこそ寂しいんだ、もどかしくて苦しい。このままずっと離れたまま二度と会えなくなるとしても、君に伝えたい言葉はまた会えるよ。手を取り合って歌いながら一緒に笑い合うその日まで僕らはずっと元気でいよう。また会えるよ。松原文明でした。
ない水を探す見つかるはずはないだろうけど、もし貸したら作り出すのも悪くはないね。正文と申します。今日は音楽が始まるときにお越しくださってありがとうございます。今日のゲストは松原文明さんをお迎えしてお送りしております。配信をご覧の皆様もありがとうございます。音楽が始まるときもきっと I love you が最初に来るんだと僕は思ってます。自分の作る歌とかも何というか歌う時って割と僕はその作った歌の世界を前にバーッと広げてる、映像として広げて歌ってるんですけど、その好きなものをやっぱり前に出して歌ってる気がします。そうですね。次の歌は「ゴーストフラワーズ」っていう歌なんですけど、まあこれは全然その好きな人とかではないんですけど、まあその今起きている世界のことを歌った歌で、その世界を歌っている時はこうベアーズカフェにいるんですけど、その世界を想像して歌ってたりします。ゴーストフラワーズ。限りなく透明に近いゴーストフラワーズ、あれる感情の共存と
見たこともない領域は広がり続ける。ゴーストフラワーズ倫理は気づけば消えてるしさ、バクの花は強い心を持て余してる日、人々は何を思うのか。フラワーズあふれる感情の共存とバーグダドカフェみたいな世界観。ありがとうございます。この音楽が始まる時の5回目、今日5回目なんですけど、実は1年前の1月に同じ松原文明さんで予定をしてたんですけど、コロナの影響で延期というか、もうその去年の今頃ってもうわけわからんくなっとって、そのコロナももうとりあえず中止にしましょうっていうことで、もうできないかなとその当時は思ってたんですけど、もう1年越しにはなるんですけど、こうやって松原さんの歌を聴くことができてすごい嬉しく思います。開催できてよかったです。もう
ように意識はしてみるけれど訪れるのは死生命の終着点新しい太陽が水平線に生まれて夕日はオレンジ色の空を残すだけ限りがあるから僕は今をただ純粋に生き抜くだけ残る意識の世界モラトリアムは魂を浄化するさあ行こう次の場所何も持たずに夕日はオレンジ色の空を残すだけ美しい命には限りがあるから僕は今をただまっすぐに生き抜くだけ君の記憶は遥か遠くに置いてきたよ新しい世代が始まるってこともあるし金木犀の香りは過去さえも隠してくれるきっと君の世界だって悪くない日々
like sweet dream風の行方は知る術もないし Smells like sweet dream 時は過ぎ去りすべ薄れる オレンジ色の思い出は遠い秋の景色巡り巡る日々は一つずつ重なる金木犀の香りは不思議な秋の匂い時間の概念さえ覆る気がする Smells like sweet dream 風に舞う落ち葉は踊るありがとうございます。次の歌で最後にしようと思うんですけどこのあと一応この音楽始まる時の第3部として松原文明さんを交えてのトークタイムがあります。先ほど入られた時に配らせてもらった紙に聞きたいこととかを書いていただければ助かります。よろしくお願いします。最後の歌なんですけど
明日という歌を今日はやって終わろうと思います。小引正美でした。ありがとうございました。夕日は
あの山の向こう。どうもありがとうございました。初夢ってあるじゃないですか、あの1月1日の夜に見るやつ。僕そのあんまり見たことなかったんですけど、その日の昼間にあの一富士二鷹三茄子ってあるじゃないですか、それをなんか誰かと話しとったんかなんか忘れたんですけど、ずっとそんな富士山の夢なんかどうやって見るんだみたいな話をしとって、まあ、で眠りについた時に朝寝て朝起きてちょっと半分笑いながら起きたんですけど、ベアーズカフェの夢だったんですよ。ベアーズカフェがね、すんげえ雪山のすんげえところにあって、でまあそんな雪の日だから雪山でただでさえ吹雪いてる感じで、なんて言ったらいいかな、説明できないんですけど、もう漫画に出てくるような崖のこのまんまなんですけど、崖の雪山の崖に立っとって、でいついつに出てくださいっていう連絡が来てるんですけど、行けるわけないですか、ないじゃないですかって僕が言っとって、すげえ揉めてました。そういう初夢でしたそこで起きたんですけど、じゃあ一曲だけランプをやろうと思います。星の降る深い森、星座を探してみる、忘れられた世界の片隅で、風も吹かない夜の音もない暗闇で、あのきらめきに身を委ねる、イースパークオブビューティフスター、暖かな星の光、Beautiful star, ランプに火を灯す。Twinkling stars, up in your eyes.見えないよ、そんな
子と遥か昔から同じ見せ物の世界は休む間もなく回る同じことを何度も繰り返す E sparkle of beautiful star暖かな星の光お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯しましょう。あ、いいですね。お疲れ様です。お疲れ様です。コロナのせいでそのこのトークができない回とかも実はあったんですけど。あ、そうですね。今日は特に何も規制はないので、思う存分。と思う存分で言ったらおかしいですけど喋りましょう。あ、はい、まあ、その音楽が始まる時っていうタイトルなんで、あの松原さん MC でも結構話してくれてはったんですけど、音楽を始めたきっかけ
めっちゃ聞きたいなと思いました。音楽を始めたきっかけ、はい、でもやっぱりピアノを一番最初にやっぱりやり始めたんで、はい、普通に 3,4 歳ぐらいからヤマハの教室とかに通わせてもらってて、はい、っていうのが一番最初ですね。あ、そうなんですね、はい、その最初に3歳4歳の時にピアノを始めるっていうのは自分の意思ですか？それが全然わからないんですけど、はい、まあとりあえず、はいはい、あのうちの兄弟男3兄弟なんですけど、男3兄弟全員一応ピアノをやらせてみたらしいんですけど、うん、はいはい、結局兄貴も弟も割と幼稚園ぐらいでやめて、はい、自分だけ続けてたみたいな形みたいですね。ああ、そしたら松原さん自体はピアノが結局好きやったから結構続けてたみたいな感じなんですかね。あ、そうですね、あの 幼稚園の時はなんか将来の夢ピアニストって言ってたらしいんですよ、はい、すげえもう全然忘れてますけど、はい、僕幼稚園の時赤棒の車に乗りたいって書いてました、はい、すぐ叶うんちゃうかなと思う大人になってから思いましたけどそうなんですね、はい、あの今日ご来場くださった方々に質問を書いていただいてます。本当にありがとうございます、はい、あのこれに僕ら2人とも答えていこうと思いますんでよろしくお願いします。 どんな爆弾発言があるのか、はい、順番にいきます大丈夫順番にしようかなと思ったけど一番最初にあかんのを引いたさあ何でしょうステージ僕宛てに質問を書いてくれてます。お、ステージドリンクは醤油にしませんか新曲のペースは1年でどれくらいまずステージドリンクを醤油にすると歌えないんで歌えないいや水割りとか余計飲めないでしょ新曲はそうですね作るのは作るんですけどそのライブでできるようになるまでっていうのは結構時間かかるんで実際去年1年でやってはいるんですけど3曲4曲ぐらい新曲はやってはいるんですけど今物になってる曲は結局1曲ずっと入れてるセットリストに入れてるのは1曲ぐらいですかね。こんな感じでやってます、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。松原さんに質問いきます。あ、あるんですか、はい、あります。もちろんもちろん。何やるの？なかったらもう成り立たないです好きな漫画のキャラは？漫画のキャラ、はい、漫画のキャラ好き。そもそも漫画は読まれるんですか？あの漫画大好きですね、はい、あのどんな漫画を読まれるんですか？いや本当に多分一般的な漫画が多いと思うんですけど、ジャンプとかマガジンとかの漫画が。で、あの、はい、うちあの男三兄弟っていう話だったんですけど、はい、兄貴と弟が漫画好きすぎて、あの、はい、好きすぎて、あのもうなんか家の中の棚に全部漫画が置いてあるような家で、素晴らしい家ですね。で兄貴の一瞬本気で、はい、あの漫画喫茶を自分の在庫で開こうっていうか、それぐらいあるとあるぐらいめちゃめちゃあって、あの一番多いのはマージャン漫画がガーッて並んで、はいはい、いうことがあったんですけど、僕は普通に本当に幽々白書とか、はい、ああいうそういうもう本当王道が好きですよね多分年齢が一緒やから、はい、割と漫画もね今幽々白書出ましたけど割と世代なんで、あめっちゃ読んでましたね。読んでましたね、はい、読んでました、はい、ドラゴンボール世代ですもんね。ドラゴンボールもちろんもちろんそうですねだからワンピースとかちょっともう遅いぐらいですね、はい、遅いというか、そうです ねちょっと大人に差し掛かってましたね。ワンピースは差し掛かってからスタートしてる感じなんで。で好きなキャラってあ ありましたら、キャラ難しいな。まあじゃあユウスケ君で大丈夫です。裏目裏目ユウスケ君で大丈夫です。はいなかなか珍しいですね、もうなんかで、ね、あの、はい、あの時代しかないあの髪型ですよね。あのちょっと突っ張り系の髪型あの懐かしい、ね、漫画描くのイラスト描くのが大好きで、はい、高校時代は常に漫画をあのなんだろうな、はい、あの
授業の普通に書くノートのところの端っこのところに常に漫画のキャラクターの顔を描いてるっていう人で、あ、はいはいはい、だから僕音楽のイメージよりもそっちのイメージが強いっていうのをクラスメートに言われたことあるんですよ。あ、そうなんですね。本当にとにかく漫画描いてる名前って感じで言われてましたね。あ、なるほど。もう一個あります。はい、何でしょう。ルーツのルーツミュージックは何ですか。ルーツって何ですか。起源をたどる一番最初、一番最初、うんうんうん、僕でいいんですよね、はい、どうしようかな、どうしようかなっての多分ですね、なんか童謡じゃないけど、うん、そういうところからスタートしてて、はいはい、一番多分影響を受けてるのはアニメですね。アニメの主題歌とかが一番影響を受けてると思います。例えばなんだろうな、スーパーロボット対戦って分かりますかね、ゲームですよね。ゲームのやつで、はい、弟がめちゃめちゃゲーム好きな弟だったんですけど、はい、そのゲームのスーパーロボット対戦っていうのをやってるところで、全部主題歌を聴けるんですよ、そのゲームの中で。ゲームの中で、それとかをもう常に一人で家にいたらそれをずっと聴いてるみたいな。ゲームをせずに、ゲームじゃなくて、その何ですかね、はい、やっぱりアニメソングって1分半ぐらいしかないんですよ、はいはい、その中でこう展開をしていって最後その1分半でこう何だろう、伝えたいことを全部伝えるみたいな、ああいう何だろう、もの構成っていうのはすごく影響を受けてると思います。多分自分の曲も、ああ曲の作りというか、曲の作り全体的な絵でこう持っていって、はいはい、引きつけてサビでだ伝えたいことバーンと伝えてみたいな、はいはいはい、構成は非常に影響を受けてると思います。じゃあアニメソングがルーツということで、はいはい、次の質問に行きます、はい、自分の曲の歌詞で気に入っている部分を教えてください。また僕ですか。僕です。まだ僕お願いします、はい、気に入っている部分ですね、気に入っている部分、いや基本的にもう詞は気に入ってないものは出さないぐらいな形で、もう、はいはいはい、自分の詞って書けないんですよ、全然書けないんで。わかります、はい、でも本当難産だったりするんですけど、はいはいはい、書けた時はもう全部好きな詞しか出してないんですけど、結構ですね、一時期なんだろうな、うん、ステージ向上委員会っていうのをやってて、自分でイベントをやってたんですけど、イベントね、はい、どういう歌詞を書くのが素晴らしいのかっていうことについて一生懸命考えるっていうね、はい、全く需要のない会をやってたんですけど、いや今やってたら参加してますわ僕多分。もう詞ってのはどういうふうに作ったらいいのかっていうので、はい、その数ある名曲の詞をですね、こうやってサンプルで出してですね、この歌い出しの歌詞は何が素晴らしいのかっていうことを語るっていうね、アホなことやってたんですけど。自分のちょっと話を脱線しましたけど、個人的には A メロの最初は、うん、導入部分なんで、ここが一番大事だと、はい、ふうに思ってまして、その時に世界観を表す歌詞を書くのか、それとも、うん、どういうことなんだろうっていうふうにこう引っかかりがあるような歌詞を書くのかとか、そのどういう歌い出しで歌うべきな、この曲は歌うべきなのかっていうのをすごく考えて書くんですけど、なんで歌い出しが一番大事にしてるところではありますね。全部の曲そんな感じで、最初のワンフレーズというか、そうですね、そういうところ、なんだろうな、例えば、はい、自分の歌詞の方がいいかな、自分の歌詞の方がいいですかね、それとも別の人の歌詞の方が分かりやすいかな、例えば僕らが旅に出る理由っていう小沢健二の曲とかあるんですけど、はいはい、あれが歌い出しが心変わりは何かのせいっていう、はい、あんまり乗り気じゃなかったのにっていう、東京タワーから続いていく道、君は完全にはしゃいでるのさっていう歌詞で始まるんですけど、まず心変わりは何かのせいっていう始まりから来るんですけど、これだけだと何だか分からないんですけど、うんうん、君は完全にはしゃいでるのさっていう歌詞が出てくることによって、あ、なんかあったんだなっていうことを 最初のなんだろうな、答えを提示するみたいな形になるんですね。こういうなんだろう、ただただ最初に心、なんだろう、
君は完全にはしゃいでるね、うん、なんかあったのかなって書いたら面白くないんですよ。そういうことをするもうちゃんと面白くするというかそういう構成を持ってくるっていうのは非常に大事にしてて、あ、なるほど、そういうのを、はい、自分の歌に、そうですね、置き換えるとやっぱり最初の部分が、そうですね、今日のだから歌でノイズっていう曲は結構、はい、もう自分の中で昔作った曲なんですけど、まあ、1曲目だったんですが、これは夕べの言葉はまだ残ってる、僕はまだ夢の中にいるっていうところ、うんうん、ですけど、これだと何の話だろうっていうところなんですけど、手つかずの朝食は冷めてうつろな目ただ宙に舞うっていう歌詞から始まるんですけど、はい、ちょっとその 4行ぐらいまで歌うと最初の夕べの言葉はまだ残ってるっていうのは、あ、その影響で呆然と自失してるんだなっていうのが分かる。あ、なるほど、手つかずの朝食は、はい、朝食は冷めてうつろな目ただ宙に舞う、うん、なんだろうな、そういうこの4その最初のフレーズだけでどういう状況にいる人がどんな思いでいるのかっていうのがどれだけ簡潔な言葉で伝えられるのかっていうのは大事なことだなと思って。そうですね、それは大事ですね。だからその歌のフレーズの中にそれを全部詰めんといかんので結構難しかったりしますよね。そうですね、僕もでもその歌詞自体は割と難産なんで、僕も本当に出てこないし書けないんで、結構出来上がった歌の歌詞っていうのは全部好きなんですけど、そうですね、どっかの部分をとか絞っていくんであれば、今日やった曲で言うと凍らない水っていう曲を1曲目にやったんですけど、他の人が絶対書かないような歌詞が好きかな。あ、野菜は塩漬けとか絶対書かへんなと確かにそこは気に入ってますね気に入ってます。そうですね、小杉さんの曲ね、すごく世界観がしっかりされてる曲の中にその詩が時々その、はい、ちょっとポップなというか確かにない歌詞がすごく特徴的だなというふうにはすごく思いますでも醤油はステージドリンクにはしないですで次行きましょう。次の質問いきます。じゃあ松原さんに質問しますね僕多いないや今僕も答えましたよ一応オリジナルで、はい、音楽を続けていて良かったと思ったことは何ですか。うん、やっぱり自己紹介がすぐにできるっていうのがすごくあるというか、多分5分自分が自己紹介するよりも、うん、はい、1曲自分のその曲を歌った方が自分のことが伝わるんじゃないかっていう気がしてるっていうのがありまして、多分芸人さんだったらネタ一つ見せるみたいな、名刺代わりにこれ見せるみたいなのがあると思うんですけど、やっぱりカバーでそれで伝えることもできるんですけど、はい、オリジナルってやっぱりもう本当に自分の中でこれを見せたいんだっていうのが本当に詰まってるものなので、全て詰まってるんで、やっぱその最高の自己紹介、最高のっていうか良くも悪くもすごく自己紹介できるなっていうのが、だからその逆に言うとすぐにみんなとつながれるっていうのはすごくありがたいことだなと思ってます。わ、はい、かります。それは僕もでもそうかもしれないです。なんというか自己紹介というのもまああるんですけど、ちょっと言葉が悪くなるけど、自分が作った歌はもうそもそも僕はかっこいいと思ってやってるんで、聞けよかっこいいやろみたいな風に思ってます。まあまあそれをね表だって言うことはないんですけど、そうじゃないと人前で歌えないですよね。そうですね、そうですねとは思ってます。はいはい、そんな感じです
に行きます。おっと、お、何でしょう。順番に行きましょう。はい、箇条書きにされてます。そんなたくさんあるんですね。まず一つ目、一人ずつ答えていきましょうか。はい、おすすめのスイーツを教えてください。おすすめのスイーツないないっすあるかな、パッと出てこないっすよね、おすすめのスイーツ。そうです、ね、甘いもの好きなんですか。僕は大好きです。ああ、僕も好きです。おすすめ、おすすめ、変わるかな悩んでる。一番辛い餅につけるやつですよあ、でも餅やな、お餅、お餅好きですね。まあまあまあ、いや餅スイーツですかほぼご飯ですでもなんか今パッと浮かんできたのは本当に赤福とか信玄餅とかしか、あたりが一番好きかも和の方、和菓子の方が好きですか。あ、そうかもしれないですね。なんか一つ選べって言われたら、今赤福と信玄餅でしたもんね、はい、僕でもどっちかっつったらケーキですかね。ケーキ、ケーキ好きです。あの白い普通の 生クリームのが好きです、うん、それがうちの娘は嫌いらしくって、白いのが、チョコのケーキと生クリームのケーキを食べたい派で揉めるんですよいつも醤油入れない、醤油クリーム逆にあったら売れるんですかねね、もしかしたらね味によっては刺身に塩つけるんですか。つけます見たことありますやん多分ほんまに悲しいですね次いきますね。好きな女性のタイプを教えてください。2人とも奥さんそう、あ、見てる可能性があるんですよ ね、 あ、ね、そうですね奥様はもう当たり前なんで、そこはちょっとまあまあ置いといて。なるほど、どうぞどうぞ。いや、もう奥様は一番なんでね、もちろん、もちろん一番なんで。そうですね、なんでしょう。でもあの、い、なんだろうな、うんうん、音楽が好きな女性好きですね。へえ。あの、もう一時期、はいはい、あのこれちょっとこじらせて、こじらせて、こじらせた。音楽が興味、音楽に興味ない女性に対して興味がなくなった時期っていうのがありまして、え、好き、え、どういうことですかそれは。それ気になります。あ、いや、音楽が好きじゃなかったら、はい、多分自分も、あの相手も合わないんじゃないかっていう、でいうふうに思うぐらいちょっと一時こじらせました、ね、はいはい、今はそんなことないんですけどそんな時思う。今は音楽が別に好きじゃなくない女性でも大丈夫。大丈夫というか、大丈夫だから好きな芸能人とかでも、あの、この元々なんか民謡やってるとか、エイクラナラとか民謡やってたんですけど、はい、民謡歌えるすごいと思ってエイクラナラ好きになったとか、そういうことがあったぐらい。そうなんですね。そんなのはあります。はい、はあ、僕どうですかね。好きな、僕音楽やってなくても大丈夫ですね幅広い音楽は別に、僕もでも最近吉岡里帆めっちゃ好きやなと思ってテレビ見てます自分では分かってなかったんですけど、この前お正月かな、お正月明けぐらいに窓かひろしが用意ドンっていうテレビあるじゃないですか、
あれで吉岡里帆がゲストで一緒にロケしてたんですけど、それを見て好きになりました。最近ですね、だから何とも思ってなかったんですけどっていう感じです。もう一個あります。もう、はい、肉は何が好きですかって。あっと肉、本当にこれ質問されたんだ肉ですか。肉です。肉です。肉はね、僕は、あ、いいですか好きだな。さっきもちらっと話をしてて、しましたね、ラムとか言い出してそう、え、あ、僕癖ある肉の方が好きかもしれないです。あ、そうなんですね。カモもすごく好きだし、馬も好きだし、まあ、まだ癖あるか分かんないけど、あのやっぱり特別あんまり食べないじゃないですか、はいはいはい、食べないやつの方が逆になんか感動するじゃないですけど。あ、でもそれはそうです ね。え、もういったかもいてるんですかじゃあ取って食べましょう話が難しくなってきてあ、すいません、どうぞ。僕はもう牛ですけどね。あ、もちろんその馬のお刺身とかも美味しいです、美味しいと思うんですけど、馬刺しは醤油に生姜をちょっとつけたら美味しいですよね美味しいですよねあ、そこにつながる。それか。めっちゃ知ってるやん。そうですね。僕は牛が好きです。はい。王道ですね。そうですね、うん。質問はこんな。はい。あ、コメント来てる。あ、それコメント。嬉しい。一番最初に買った CD レコードは何ですかという月乃香さんから質問いただいてます。僕からいきましょうか、うん、僕ね、あれですわ、邦楽、普通に邦楽で小学校3年とかの時に牧原紀之のどんな時もやったんちゃうかな。おお、名曲ですね。買ったのはなんでやろ多分もう流行ってたんやと思います。当時僕がその CD に手を出そうと思った時に流行ってた音楽、全然かっこよくなくて申し訳ないです。あの、いい音楽ですよ、うん、素晴らしい名曲です。なんか外人の誰々とか言いたかったんですけど、そうなんですよ、僕もそう思うんですよ松原さんは、あのですね、さっきの話とちょっとつながるんですけど、一番最初に買った CD は残酷な天使のテーゼです。エヴァ、はい、そんな最近ですか。あれが14歳か14ですよね、14号ですね、の時で、あの、はいはい、アニメを第2話からリアルタイムで見ましてですね、もう もちろん僕もリアルタイムです、ね、あ、いや見てたんですね。19ちゃんの6時半ですよね、あの時間はい、テレ東の、まあ、こっちだと大阪になるんですかね、その当時は僕東京にいたんで、東京で見てて、はいはいはい、でもうカチコーンってやられましたですね、もうこんなアニメ見たことないみたいな感じになってですね、でのクラスに2人しか見てる人いなくて、その人と常に激論を交わすっていうことを中学3年生の時にやってました、やってましたね。いや、当時でもエヴァンゲリオン熱はでもすごかったですね、うん、なんか僕も今も実家がないんですけど、実家に帰ったら VHS ずっとエヴァンゲリオンのビデオテープがずっとありました、はい、あ、もう見ることはなかったですけどね、もうなんか DVD とかそういうのに変わったんで、はい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 、ずっと置いてありましたね。一回見てもわからないことが多かったんで、なんかビデオ撮っての 2,3 回ぐらいこう見て、あの
で、こう、あ、こういうことだったんじゃないかみたいな話をその友達とずっとしたて次の日、残酷の、そしたら14歳まで、はい、自分で CD を買わなかったの？買ったことなかったですね。あの兄貴とかがいたんで、兄貴は譲り受けたりとか。そう、兄貴はだからもうだいぶ前から買ってて、まあ、で、はい、ちょっと有名な曲とか結構買ってたんですよ。あの当時だと米米クラブとかはいはい、はい、ああいう CD とか家にちょいちょいあって、でそれで割と満足してたんですけど、あ、でもその出てくる CD とかアニメとかが、はい、やっぱ同じ世代ですね。世代ですね。世代が、ああ、そうなんや。米米クラブもなんだかんだで世代ですもんね。ジャギアスとかねずっとドラマでジャギアスでしたもんね。そう、主題歌がね、はい、セイエスとかねやーやーやーとかね、ね、その世代です。はい、どっちハマりましょうかそれは ここでやらせてくれるんだいや、いろいろご質問ありがとうございます。ありがとうございました、はい、大丈夫です。いろいろありがとうございます。ありがとうございました、そしたら質問コーナー終わります。あまあまあ結構いい時間になってきましたんで、松原さん告知等あれば、あ、告知ぜひよろしくお願いします。 ありがとうございます。次のライブは2月になるんですけども、次もその次も、ベアーズカフェハンでやらせていただきます。もうズブズブの関係になっていきたいなと思っているんですけどズブズブ、はい、2月13日の方が、渋沢メルモさんとツーマンライブをですね、実はこれ私じゃなくて、僕がやってるユニットがありましてですね、レプリカラボという、ちょっとご来場の方にはあのチラシの方を配っているんですけども、そちらの方のユニットで、ユニットと、メルモさんのツーマンライブ、これが2月13日ベアーズカフェでございます、はい、それを、ベアーズ初イベントで出るんで、それをぜひぜひ押したいです、うんうんうん、で その次の週、うん、2月20日には、ソロの方のライブで、真田東太君と、ですね、村上亮慶さんっていう、ね、方で3組でやるライブがありますんで、そちらも超推しなんで、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。小吹さんはどうでしょうか。僕はですね、2月11日にここのベアーズカフェさんでワンマンライブがあります。よっ、ありがとうございます。よっ、あの6時スタートなんでできるかなと思ってるんですけども、この後前澤さんと協議の上決めたいと思います。まあ営業時間9時までみたいな感じなんで、多分いけるかなと僕は思ってるんですけど、まあそれがまず1個あります。それと3月に、20日かな、20日やったかな、3月20日の日曜日、公職6限男、これが梅田のドン・キホーテでありますので、これまた無料の、路上でやってるだけの、無料で見れるやつなんで、もしね、買い物とか映画見たついでにとか通るような場所なんで、ぜひチェックしてもらえたらと思います。よろしくお願いします。それではこんなもんにしておきましょうか。そうですか。何か言い残したことがあれば何でも。いや本当にもう今日は感謝しかないですね。もうライブやらせていただいたことも、このご来場いただいたことも含めてですね、本当にありがとうございました。本当にもうね、1年越しだったんで、あのこのイベントも1年前に、一旦中止してたイベントだったんですけれども、なんとか、ありがとうございました。本当にちょうど1年ぶりなんですよ。もう1月24日かなんかやって
ったんです去年の、1月15ぐらい15でした15でした15 適当に言いました。15やったのが1年後の1月21にできたということで、よかったです。よかったです。今日は本当に皆様ご来場くださってありがとうございました。配信をご覧の皆様もありがとうございました。ありがとうございます。カメラさんあれですか。ここら辺で、お開きにしようと思います。今日は音楽が始まるとき、松原文明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。小木さん、ありがとうございました。ありがとうございます。